こんにちは、荒獅子男之助です。今日は六代目三遊亭楽太郎師匠で死神です。六代目円楽師匠の死神をアップしたとばっかり思っていたら全然アップされていなくって、あれ?と思ったら音源も全然作っていなくってね、まあなんてドジな私、勘違いしていたわっていうので速攻作り始めたわけですよ。で音源のファイルを開いたら楽太郎って言ってるじゃありませんかみたいなね、もう六代目円楽っていうサムネイル作ったのにだって頑張れ頑張れ俺頑張れそれじゃあまた後で。もう一席のご辛抱でございます。もう横浜というところは私にとってはアウェーでございましてね、お笑いになる方お分かりの通り、このすぐそばに陰謀なおじいさんが住んでまして、私を見ると目の敵でございます。ですがここで悪口を言いますとね、すぐにご中心というんで、にぎわい座で楽太郎がこんなこと言ってましたよ、そうすると翌週の商店でもって座布団がなくなるんでございますよ。だけど我慢してるんです。順に順にでございますから、世の中はそういうふうな仕組みになってますよ。なんとか踏ん張って我慢してりゃいつかきっとと。だけどまあ正直言ってあのおじいさんは本当に病がちなんですがね、倒れ方がうまいんですよ。録画のない時にちゃんと倒れたりね、病院行って手術したり、うまいことを縫って歩いてるんです。なんでだろうと思うとやっぱりまだまだ欲があるんですね。このまんまじゃ終われない。あら、金の欲だけじゃないですよ、芸の欲もあります、ああいうじいさんたちが頑張ってるから我々も後へついて一生懸命やんなきゃいけないということになるんです。だから欲があって当たり前ですね。もう私も年だから何の欲もないよって嘘をこきやがるって言うんですよ。こっちどうでしたったらピクッとも来ねえって。でピクッとも来なくてもいい女見たらどうですってムラムラするって言うんですね。そういうものがあって当たり前です。とある町を歩いてたお医者さんが足元を見ますとね、財布が落っこってん、ね、お医者さんだって財布が落っこったら拾いたくなりますよ。で拾おうかなと思って周り見ますとね、みんな見てるんです。で名も知れて一応名医という誉れも高い、そういう私がそんなことをしちゃいけないというんで諦めましてね、素通りをした。そうしたらばその町内のお寺さんのお坊さんが歩いてきて平気でこれ拾ったんですね。それ見た医者が怒りましてね、ご住職、私が諦めたのになんであなたが拾うんです。医者が諦めたものは坊主のものって。それでよろしゅうございましてね、それが順番ってもんでございます。ただその生きてる間にいろいろやりたいことがある、仕事だけじゃございません。やっぱり遊びたいな、休みたいなと思う時があってしかりですよ。ただ遊びたいと言っても昔は大変でした。というのは寄席はあったんでございましょうがね、あと行くところがないんですよ。でうちにいたってそれこそ何にもないと、そういうために盛り場が開けてまいります。例えばこの横浜でしたら野毛伊勢崎町、江戸で申しますとね、浅草の奥山と両国の栄光院、これが大変な盛り場だったそうです。というのは女子供は旅ができませんな。そういう人たちがちょいと何かをしたいなと思うと両国の栄光院、境内が広うございますから出外町というものをやった。いろいろと全国にございます有名な、神社仏閣の宝物を持ってまいりましてね、でお見せするわけです。と女子供若い衆、それこそ年寄りも来やすいもんでございますから、人が寄ってくると掛け声をしまして見せ物なんてものが出ましてね、ところが江戸って町や
呼び込みが呼び込んでましてね、さあ、よろしゃよろしゃよろしゃ、はい、八軒の大道路、八軒の大道路、さあ、ご案内よ、八軒の大道路。お、聞いたかい、八軒の大道路、灯籠なんてな、いくら大きくたってな、え、身の丈で言ったって頭を超えるようなもんだろ、いくら大きい春日大社だってそれほどじゃねえ、八軒たらどれほどあんだい、これで一軒だよ、これ縦にして八軒、見させてもらおうか。おう、嬉しい。何かあったか。いや、こっちにねえぞ。おう、もうちょい前行ってみよう。うん、何かあるか。何もねえよ。裏へ出たよ。何もなかったな。何もねえ。もう待って、聞いよ、聞いてみよう。おう、若石さん、よろしい。今中へ入ってね、見させてもらったの。どこにあんだ、八軒の大道路ってな。何すか。いや、どこにあんだよ。今通ったでしょ。通って抜けて前へ回ってきた。何にもなかった。で、あなたが入って出るまでが八軒あるんです。何を？で、八軒ね。で、あれが幅で八軒ある。で、そこを通ろう通ろうってんで、八軒の大道路。あ、くだらねえなってんだね。さあさあ、ご覧ないよ。はい、山から取ってきた六尺の大いたち。山から取ってきた六尺の大いたち。近寄っちゃいけないよ。危ないよ。近寄ると怪我するよ。六尺の大いたち。俺はね、流れ山のおじさんち行った時にいたち見た。せいぜい犬より大きいぐらいなもんだよ。なあ。六尺ったら相撲だね。そんなイタチがいるのかね。見させてもらおうか。おう、来たぜ、いるぜ。いらっしゃい。おう、なかったか。何にもねえんだがな。お、なんだこら。おう、こっち来いよ。こんなとこになんかあるぞ。なんだこら。板が立ちかかったら。真ん中に赤いもんがついたら。なんだろうな、これ。聞いてみようかな。おう、誰がいるかい。へい、なんだでしょう。六尺の大イタチってどこにいるんだい。そこにありましょう。いや、どこにいるんだい。いや、そこにありますよ。なんであるってな。え、そこに立てかかってましょ。それはあのね、あの板切れなんですがね、六尺あるんですよ。あ、六尺あるんです。で、真ん中赤いでしょ。それはあの血がついてるんですよ。で、六尺の大いた血と半地物かい。山から取ってきた。え、あんまり海じゃ取れませんから、近寄ると危ねえと倒れるといけません。ささ皆さん、まじこを寄って御拝遂げられましょう。ここに安置したてまつるは右大将頼朝公が舎利神戸、まじこを寄って御拝遂げられましょう。おい、いろんな出外地を見たかな。頼朝公の舎利神戸、坊さん確かそう言ったな。見させてもらうじゃねえか。坊さん、これ来たせ、いるぜ。いらっしゃいませ。なんだこら、舎利神戸にはちげえねえが、バカに小せえな。これが頼朝公かい。ちょっとお坊さんに聞いてみよう。お坊さん、何かご用でございますが、あの、これ頼朝公の舎利神戸かい。さようでございます。俺はね、聞いたことあるんだい。拝領の頭巾梶原縫い縮め、あの頼朝公って方は頭の鉢の大きい方って聞いたが、これはバカに小せえな。もっともそれはご幼少の右利の舎利神戸。べんな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 。おう、じいさんがうずくまって何か言ってるぞ。呼び込みかな。じいさん、呼び込みかい。べんなべんな。なんつってんだい。べなべなだな。おう、べなってなんだい。べなねよ、見させてもらおうか。おう、木戸さん、これでいいか。見させてもらおう。べんな。おう、何かあったか。こっち来い、こっち来い、何かあるの。何かある。おなんだこら、鍋が伏せてある。鍋が伏せてあって、べな。はやられたね。は引っかかったね。話はこれですみませんでね。おう、金ちゃん、金ちゃん、なんで、おめえ両国でべな見たか。何、べな見たかい。べな見てね。見てね。おめえ見たな、見た。べな見なきゃダメだな。うん、ベナー見なきゃダメだ。そうか、じゃあ俺も行ってみようって大変に流行ったそうでございましてね。貧乏神の出外帳というのをやりました。こら当たりませんでね。というのは貧乏神なんてのはね、嫌なもんでございますよ。ダメだったね。ダメでしたね。江戸っ子はね、こういうものを面白がると思ったら当たりませんでしたね。ああ、入費もかかったんだけど諦めようか。あの、私にもう一押しさせてください。いや、何したって無駄だ。畳もうじゃない。もう一押し、私に考えがありますから。この人が何をしたかと申しますと、
今で言うと新聞の折り込みチラシですな、これ書いてで江戸中に配りました。その翌日から押すな押すなの大繁盛で、このチラシに何て書いてあったかと申しますと、いつ一家より両国の恵光院におきまして貧乏神の出外帳をいたします、こぞっておいでくださいまし、もしおいでなき場合こちらから伺いますという偽りのあるよなりけり神奈月貧乏神は身も離れずという。おう今言ったわしはできたのかよ。できねえからえしたんだよ。できないで帰ってくるバカないだろ。えなんて借りてられてんだよ。金貸してくれ。こんなバカないね。金貸してくれと言っていくらお医療ですかってそういう人がいるかい。あ子供が病気になったとか親類に不幸があったとかね、私の具合が悪いとかなんとか言いようがあるじゃないか。本当にお前さんと一緒になってからろくなもの食べてないんだよ。お前さんみたいのはね豆腐の角に頭ぶつけて死んじまいな。やったよ。やったのかいバカだねこの人は。おわしができるまで帰ってくるんじゃないよ。うるせえよだろ。ちょなんだってあんなガミ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 嫌だな。はあ情けねえ。金のねえのは首にねえのに劣るって言うけど本当だ。嫌になっちゃったな。死んじまおうかな。そうだ生きてたってしょうがねえや。死んじまおう。死ぬったってのはどうやって死のうかな。これ行きゃ大川だ。川見投げるかな。よそ小さい自分に井戸に落っこって水飲んだよ。苦しかったな。あんな苦しい思いすんなら生きてた方がマシだ。こんなとこに大木がある。こんな大きな木生えてたかな。いつも通ってるんだよ。いい枝ぶりだね。そうだ首吊って死んじまうかな。首吊ったってどうやったらいいんだい。紐がなくちゃいけねえよ。この帯でいいか。で俺はドジだからな。帯に石を湧いてあの枝にかけようとするとぐるっと回って俺にゴツンと当たるんだよ。いてくれならいいや死んだからな。でなんか台がなくちゃいけねえんだよ。うん医療院で首吊り見た。鼻から口から長みてえの時はよかったな。どうやって首吊ったんですって死んでんだから教えてくんねえな。どうやったら死ねえんだろうな。なんかなくちゃいけねえんだよ。首くるってのはどうやれん。教えてやろうか。誰。俺だよ。木の陰から出てまいりましたのが年の頃なら優に80を過ぎまして頭は抜け上がってますらんとしておりまして頬がこけて薄物の根津の着物を着てるんでございますがそっからあばらがくっきりわかるというで帯の代わりにあらわでもって腰紐でございます。そ前からごぼうのような足が2本スーッと出ておりましてねやれた草履を履いて竹の杖にすがっているというちょうど落ちぶれた歌丸みたいなもんでございます。俺だよ。変なじじいが出てきやって。なんだてめえは。俺か。俺は死神だよ。死神？どうもおかしいと思ったんだよ。どんな貧乏したって死のうなんて思ったことはねえやな。ここへ来たら出し抜きに死にたくなったな。おめえのせいだなおい。俺にしまう。逃げたって無駄だよ。俺は風に吹かれていくんだ。いくら逃げたって追いついちまう。おめえ死のうとしてたがな人には寿命ってものがあるんだ。おめえにはまだまだ寿命があって死のうと思ったって死ねえや死ねえや。おめえ川へ身を投げようとしたな。橋の上から川へ身を投げてみろ。そこへ船が通りがかっておめえは助けられちまう。この枝で首くくろうとしたろ。おめえが首くくるとな、こんな太い枝が折れるわけはねえと思うのが、折れて助かっちまう。それが寿命ってもんなんだ。おめえな、苦しい思いしてんだろ。金儲けさせてやろうか。金儲け？
死神の下請けなんかやだ。死神に下請けなんかありゃしねえや。実はな、おめえは知らねえだろうけどな、俺とおめえにはな、朝からの因縁があるんだ。三代ぐらい前からおめえのことは知ってるんだよ。え？そのおめえが助けてやろうと思ってな。どうだおめえ、医者になれ。医者？俺おめえ脈も満足に取れねえや。脈なんざ取ることはねえやな。おめえな、うち帰ったらな、医者の看板あげるだけでいいんだい。というのはな、おめえにだけな、俺たちが見えるまじないをかけといたんだ。看板出してお見舞いをお願いしたいったらついてってみな。でな、病人のぐるり見るんだ。寝てる病人のな、周り見てな、枕元に俺たちが座ってたら、そら触っちゃいけねえぞ。もう寿命だ。助からしねえ。もし足元に座ったらな、こら助かるんだ。呪文を教えてやろう。この呪文をおめえが唱えりゃな、足元にいる死神はそっから離れなきゃいけねえと掟があるんだ。な、死神が離れりゃ病人は治っちまう。医者としてやってけんだろ。やってみねえな。そんなことでいいんだい？そんなことでいいのか？呪文ってのは。一遍しか言わねえぞ。よく覚えとけ。アジャラカ木蓮北朝鮮。テケレッツの場、手二つ叩くんだ。そうしたらな、俺たちはそこから離れなきゃいけねえって定めなんだよ。なんつったい？え？アジャラカムクレン北朝鮮、テケレッツの場、手二つか？これでいいのかい？おう死神、おう、そうか、俺が呪文を唱えたから野郎ここにいられなくなったってんで。閉めた。こら使えな。今言った。わしはできたのかい。うるせえな。これからできるんだよ。お、なんか痛きれねえか。もうね、燃やすものも何もありゃしない。焚き付けがないんだよ。なんか言うんじゃねえ。どいてろ、どいてろ。台所へ行きまして、何かないかと一生懸命探しますと、かまぼこの食べ終わった板がありましてね、これに金釘流で医者と書いたんですが、よく読まないと石屋か医者かわからない。こんなもんでもぶる下げとけばいいのかって軒先に吊るしましてね、しばらく経ちますと、ごめんくださいまし、少々物を伺いますが。きやったね、米屋さんだろ。すまねえ、もうしばらく待ってくんねえかな。米屋じゃございません。酒屋さんかい。来月まとめて払うから来月まで待ってくれ。酒屋じゃございませんで。乾物屋さんかい。すまねえな、今度苦しいしょうがねえ。このうちは随分借金があるんだな。そうではございます。私、日本橋の、大宮のものでございますが。日本橋の大宮？そんなご大家と付き合いはねえがな。なんか用ですか？こちらお医者様じゃございませんか？医者だよ。そうそう、忘れてた。どうぞ、お入りください。どうも失礼をいたします。主、長病でございまして、お見舞いをお願いしたいんでございますが。なんでその長病、なんだ、長病？長病ってなんだい。長患いでございます。ああ、そう。じゃあ、なんでここが医者だと分かった？いろいろお医者様にお見せをしたんでございますが、どうお見立てをいただいても、これはもう無理であろうと。仕方がございませんので、高名な八家目に見てもらいましたらば、これから西の方へ行って、初めての医者の看板を見たら訪ねてみよう。その医者を連れてくればなんとか助かるという怪我出ましたんで、こちらをお尋ねしたいでございます。お医者様でございましょうか？そう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 、その発見は大したもんだ。じゃあ行きましょうか。いえ、先生お願いします。え、先生、俺、あなたが、ああさようでございますか。身なりは悪いし、風体というか人相も悪い。こんなものに頼んでどうしようと思ったんですが、見せるだけだったら害はないだろうというんで、こちらでございます。拝見しますがね、こちらでますか、病人は。閉めた。なんかおっしゃいましたか？入ってきて後ろを閉めたかな。閉めましたが、マルさん、この病人はね、助かりますよ。
いろいろ先生方に見てもらいましたが、どうも様子がいけません。いえ、そんなことない。どんな先生に見てもらいました？一番花は、博多終点先生。博多終点。見立てはもう先がないという。終点で先がねえか。他には、麻生太郎先生。麻生太郎、うん、なんだって、なんで持っているかわからないという。あとは碇谷長介先生にも見ていただきました。碇谷長介、なんて言ったい、ダメだこりゃと。これはね、助かります。本当でございますか？助かりますがね、私はね、医者もやりますが、まじないみたいなものをやりますんでね、すまないが、あの人払い、番頭さんも出てってくれ、うん、でね、覗いちゃいけないよ、うん、で、そこ閉めといてもらって。アジャラカ木蓮北朝鮮テケレッツの場。二つ叩きますと、足元にいた死神がスーッと離れた。その途端に病人が起き上がって、おい、お茶。どうさま。ああ、番頭さんか。いやいや、喉が渇いたからお茶を入れておくれ。それからね、お腹が空いたんでね、何かこしらえておくれ。先生、今まで長患いの旦那が起き上がりました。お腹が空いたとおっしゃってますが、何か食べさせてよろしゅうございましょう。なんなんなって言う、食べさせてやんな。じゃあ、思いか何か。思いよ。そんなものは力つきゃしねえじゃねえ。あのね、うなぎかなんか食わしてやんな。そんな脂っこいもん大丈夫ですか？大丈夫。もうこれからはね、大丈夫。もうね、大丈夫です。私が、治しましたから。さようでございますか。ありがとうございます。それではあの、お薬を。薬なんかいらねえ。治ったんだから。心配でございますんで、お薬を。薬ったってね、なんて言うんだ、あの、薬老ってのが。私ね、大丈夫なんだから。お願いをいたします。そうかよ。じゃあ、あの、ついといて、うちへ。ってんで、うちへ帰ってきて、なんかないかと思ったんですが、何にもない。台所の隅を覗きましたらば、大根の葉っぱの乾いたのがございましてね。これを器用にトントントントーンと刻んで、紙に包んで、これです。これがお薬でございますか。拝見をしてよろしゅうございますか。どうぞ。これは刃物のようなもんでございますな。葉っぱ葉っぱ。そうしますと、これは煎じるんでございますか。煎じたっていいよ。煎じたっていい。あの、他にはいったっていいしね。醤油かけたっていいし。ぬか振って、それでは小鳥の餌でございます。どうだっていいんだ、それ飲ましゃい構いやしないからってんで、こんなもんでも飲ませますと、どん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 元気になりまして、ね、あの先生は名医だという評判になる。あちらこちらから呼ばれて行ってみますと、いい塩梅に足元に死神がある。で、呪文を唱えるという死神が離れる。もうこれから引く手あまたでございましてね、どん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 金がたまってくる。裏通りにいるわけにいきませんから、表通りに立派な屋敷を構えました。こうなりますと、男の考えることは一つですが、脇に、いい女を囲いましてね、みこしの松でございますよ。ねえ、旦様、うん、今晩は泊まってくださいな。いや、神さんがうるせえんだよ。そうおっしゃっても、まあまあ今日は帰るからってんで、帰りますと、どこ行ってたんだよ本当に。ねえ、で向こうへ行くと、ねえって言われるんですね。これはどっちがいいかすぐ分かりますな。もうご招宅の方に入りみたいでございます。神さんはやいやいやいの、うるさっしゃれ。じゃあ、こんなものは金を出しゃいいんだろうってんで、せがれをつけて、金をつけて、で恩出します。さあ、こうなると女の方が居直りましてね、旦様、働きすぎでございますので、私まだ京王坂を見物したことございませんので、いかがでございます、二人でもって少しお休みがてら、あの上方の見物に。そうだな、働くばかりが能じゃねえからな、銭はしこたまるんだよ。じゃあ、こんな屋敷もいらねえから金に変えてってんで、懐に金をふんだんに入れまして、女と物見さんの旅でございます。もう金がありますから、あっち行きこっち行き、芸者あげる、とにかく大騒ぎをして、京王坂を見物して、神奈川の宿から品川へ入ってくる。江戸に入ってくると、すっかりこの金がなくなる。金の切れ目が縁の切れ目、女はスーッといなくなる。仕方ないから、また裏長屋に住むようになりましてね。で、まあ医者の看板を上げればなんとかなるだろうというんで、医者の看板を上げる。先生、お見舞いをお願いしたいんですが。ああ、そうですか、見ましょうってんで行ってみる。行ってみると、一つ悪くなりますと、もう転がり落ちるようでございましてね、行く先々で枕元に死神がいる。晩さん、すまねえがね、
これだけはどうしようもねえんだ、そこをなんとか、そうは言っても無理だから勘弁してくれってんで敷居をまたいで表へ出ようとする途端に病人が息を引き取るなことは評判になりましてね。あと溺れるのは酒でございます。もうしょうがないから飲んだくれって、おい小僧もう一本持ってこい、一本手や二三本持ってこい、恐れ入ります、奥でもって今までの分を随分溜まっておりますんでお支払いをいただいたらお出しするようにということでございます。何を言ってやんだおい、そんなこと言わずに、儲かるんだからいずれ減ってくるんだ、いい時もあれば悪い時もあるんだから、もう一本だけ飲ましてくれよ、奥がやかましいんでご勘弁を願います。ちっ、いらねえよ、ちゃいらねえ、いらねえから、ね、いいってこと言わせてもらおうじゃん、何にもつまみなんざ頼んでねえや、箸は置いたっきりだい、おめえんちゃ何なんだい、生意気に箸置き使うんだったらな、きちんと置け、何でも出しゃいいと思って、箸なんてものはな、使う方をな箸置きに置くんだい、持つ方置きやがって、これじゃしょうがねえじゃねえか、枕じゃねえんだぞおいな、足乗せんだ足を、なそういうこともいや、いらねえ、もうやけでございますから、うちへ帰ってきて台所をガサガサやって残った酒を飲む、もう飲んだくれて寝る一方でございます。ごめんくださいまし、ごめんくださいまし、何なんです、お見舞いをお願いしたいんでございますが、また始まれやって、もう行ったって無理なんでご勘弁願います。そうおっしゃらずに、私麹町の丹波屋でございますが、麹町の丹波屋大棚だね、いや、そらね、そんな大きなところだろうがね、どんなところでもね、もうこんとこよくねえんだ、行ったって無駄だから、そうおっしゃらずにお見舞いだけでもありましたよ、ね、行くだけ行きますがね、行っても多分無理だと思いますから、どうぞこちらでございます、拝見をしますがね、晩さん、ね、だから来ても無駄だってさ、この病人は無理でございます、そうおっしゃらずに、なんとか、なんとかってね、おまはん分からねえんだよ、俺は分かる、見ただけで分かるん、ね、でダメなんだからこれ勘弁しておくれ、なんだい、そうか、奥から主の寿命を三月飲ませていただければ三千両差し上げる、 そうね、三千両って言われたって、いや俺は喉から手が出るほど欲しいんだよ、十両だって二十両だっていいんだよ、三千両いらねえんだよ、だけどこれは無理だから、そうか、正直に申しますと主でないといけない商いがございまして、一月寿命を延ばしていただけますれば千両差し上げますが、そんね、一月に千両ずつ刻んだってダメなんだ、ダメなものはダメなんだ、だから、いや、あんたは分からねえんだ、俺は分かるんだから、俺はね、だから枕、晩さん部屋あるかい、はいくらでございますか、ちょっと連れてってくれ、晩さん、このうちに腕っぷしの杖若い衆が寄ったり揃うかい、4人が10人でも、そんなにやらへんだい、4人揃う、その寄ったりをね旦那の布団の四隅に据えてくれ、でいつになるかわからねえ、俺がね、きっかけは膝頭をポンと一つ叩く、これがきっかけだ、で四隅持ってな、若い衆が旦那をぐるっと回すんだ、ぐるっと回すったって一回り回しちゃダメだぞ、わかるか、頭のあったとこに足が来るんだ、足のあったとこに頭が来る、これ一遍しか引かねえから、できるかい、かしこまりました、すぐに支度を、若い衆を四隅に据えまして、枕元の死神を見ておりますと、夜が更けるに従って死神が病人の顔を覗き込むようにしてシャーッと睨みます、そうします病人が生きた枝に、もう少し持ってくれよ、もう少し持ってくれ、夜がしらじらと明けてまいりますと、そんだけ気を入れてた死神の方も疲れてまいります、鉄腕でもチョンボの出る頃でございましてね、うと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 し始める、ここだなと思うから膝頭をポンと一つ叩く、四隅を打った若い衆がぐるっと回します、その途端にあじゃらか木蓮北朝鮮てけれつれば二つ叩きますと、死神はパッと目を開ける、枕元にいたはずなのに足がある、
あれと思いながらスーッと離れましてね、その途端に病人が起き上がって、おい番頭さん、お腹が空いたね。どうさま、先生治りましたか。ああもう大丈夫ですよ。これでもうきちんと治りました。ありがとうございます。ではすぐ千両届けますんで。いいえ、ダメなんだ。うちはね、占い屋とかあしは物騒だから、千両置いといたってね、うちから出られなくなりますからね。こうしない、このうちに預けておきましょう。でね、いつ入りようになるか分かりませんがね、私寄りますから、夜とね、昼と、時にね、何でもいい、十両なり十両、百両なら百両、入りようになったらこっち寄りますんでね、帳面つけといてもらって、うん、で、亡くなるまでここへ通うってのはこれどうです。いつでもお寄りくださいます。もう店の者にも言っております。大丈夫でございますんで。あとね、すまねえがな、じゃあ十両ばかり、とりあえず当座十両で構わねえ、うん、あとはね、何食わしたって構えしねえから、元気になったから大丈夫だから。おう、あげ、おい、あげしゅう、酒持ってくれ、酒。ご勘弁願います。奥で今までの分を払っていただかなきゃお出ししちゃいけないと言われてます。いや、待って、いくらだい。え、おい、どう、どれ、え、こんな大きなもの、お釣りはございません。いらね、釣りはね、迷惑賃だ。え、利子だと思って取ってきな。あ、それからな、お、こぞ、おめえに小遣いやら、ね、手出せ、ほら、やれ。何ですか、あなた、これ一両私にくださるんですか。もうやるよ、おめえがな、箸を、いや、なんでもねえ、なんでもねえ、だから おめえにな、気に入ったらおめえにやるんだ。こんな大金を、あなた人殺しでもしたんですか。そうじゃねえんだ、人の命を助けたんだ、なんでもねえんだ、なんでもねえ、いいから酒持ってきなってんで、いい心持ちになりましてね、あ、黒文字くれ、うん、生きてるうちに頭は使わなきゃダメだ、ぐるっと回してやったん、呪文唱えて、死神の野郎びっくりしたね、驚いたろうね。驚いたよ。なんだてめえ、忘れたのか、俺だよ、うん、一番花にあった死神さんかい。お前さんたちは同じようなりしてるから分からなかったんだい。なんで、なんであんなことをしやがるんだい。あそこにいたのは俺だぞ。そうか、いや、分からなかった。お前はんだと知ってたらやらなかったんだい。じゃあ分け目やるから。そんなものはいらねえよ。おめえがあんなことするからな、俺は今期成績不良で多摩川の二軍落ちだ。おい、死神二軍のかあんのか。いや、勘弁してくれよね、悪気あってやったおちゃん。何を言ってやんで、おめえ俺についてこい。よしなよ。ついてこいって、ついてくとよ、死神が大勢いて俺を袋叩きしようってんで、俺逃げちゃう。逃げたってダメだよ。千にも言ったろ、おめえは二本の足で駆け出すんだ、俺は風に吹かれて飛んでくんだ。逃げられやしねえや、こっちへ来い。ほら、こっちへ来い。おい、何しちゃった、何しちゃった。おい、なんだよ、おい、足だけ動くじゃねえか、おい、変な金縛りするんじゃねえ、おい、やめつくろ、やめつくれ、なんだ、君やれ、やめつくれ。いいからこっちへ来い、ここへ入れ。なんだこら、こんなとこに掘る穴があったかじゃねえか。君があれ嫌だよ。いいから変なよ、体おめえ動かねえし危ねえから嫌だよ。じゃあこの杖につかまんな。なんだ、今度は手が動いておめえ杖にくっついたまんま、おめえ離れなくなっちゃった。おい、引っ張るんじゃねえ、おい、真っ暗だ、引っ張るんじゃねえ、危ねえから。いいから来いよ、こっちへ来い。やめつくろ、おい、よしねえな、おい、やめ、手が向いた、出し抜けに明るくなった。なんだこら、ろうそくだらけじゃねえか。おい、死神さん、なんだこら、これか、これが人の寿命だよ。人の寿命、話に聞いたことある。人の寿命はろうそくのようだってが、太いのや細いのやいろんなのがありあって、ん、色のついたのもある。人生いろいろだな。
つまんねえシャレ言ってんじゃねえんだよ。へえ、この緑の今にも消えそうなのあら。それが歌丸だい。消しようか。よしねえな、ほっといたってすぐ消えら。この脇に太くて長くて勢いよく、え、火灯してんのがあんな。やっぱりそこに目が行くか。そらな、おめえのせがれだ。やっこかい。はあ、元気だ。しばらく会ってねえがな。その脇によ、半分ぐらいでもって周りに火花散らしてんな。これなんだい。それがおめえの神さんだい。別れたかかあかい。口うるさかったからガミガミ言ってな。これがその火花だ。お死神さん、その脇にこれっばかりになってろうが溶けて今にも消えそうなのがある。これなんだい。それがおめえの寿命だよ。俺の寿命？ちょっと待ちねえな。おい、花あった時お前は何つったい。お前はまだまだ寿命がある。死のうと思ったって死ねねえって。これもう寿命がねえじゃねえ。おめえの本当の寿命はこれだ。おめえがな、布団ぐるっと回して変えちまったんだ。あそこの旦那が本当はこっちなんだよ。おめえの寿命と入れ替わったんだ。入れ替わった？どうなんだい。これが消えるとおめえは死ぬよ。おい、冗談じゃねえ。おい、死んじゃかねえ。じゃあ銭半分やるから。よく書くからいけねえんだよ。俺は銭なんざいらねえ。冗談じゃねえ。おい、なんとかしてくれよ。おい、ねえ、なんつった。おい、朝からの因縁があるって。いっぺん助けてんじゃねえか。もういっぺん助けてくれよ。なんとかしてくれよ。なあ、Cさん。Cさんだってダメだい。そうか、じゃあな、もういっぺんなんとかしてやろうか。お願いだよ、頼むよ。なんとかしてくれよ。ここにな、燃えさしがあら。これとその消えかけてんのとうまく芯がつながったらなんとかしてやろうか。やるよやるよ。え、これとこの消えかかってんのつなげりゃいいんだな。あちあちあち。よしなよ、震えてんじゃねえんだよ。手が小刻みに動いてんだよ。あちあちあち。早くしないと消えるぞ。消えると死ぬよ。やめつくろよ、なんか言うんじゃねえんだよ。危ねえ危ねえ危ねえ。あちゃ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 。つながったつながった。しおいさん、こいでこいで枕高くして眠れんな。枕高くしてゆっくり寝な。で、起きたら枕元見てみろ。俺が座ってら。どうもありがとうございました。まだ召しませんように。楽太郎師匠で死神でした。起きたら枕元を見てみろ。俺が座ってらーって。怖いね、このパターンね。繋がった、命が繋がったと思ったところで枕元に座ってるんだもんね。でもさ、でもさ、枕元の死神を見て敵列のパッポンポンでなんとかなんないのかね。枕元だからダメか。ってことはもう回転ベッドに寝るしかないね。それじゃあまた次回お楽しみに。